浜の人間の望みとしては、はい、とにかくあの漁船の係留場所を早くしてくれっていうこと。あっても船の係留する場所がない。はい、の埋め立てしてもらったんだけども、はい、それにしたってこっちの漁船に乗り移るのも小さい船なんか、ね、通ってこういうふうな形で乗るしかないし、結局そこ一番の前じゃないですか。一番の前に係留するっていうことはまずできないんで。千葉の水揚げ場ね。そうするとどこにつけるかっていうと、満潮時になると船に乗れない。つい11月ぐらいまでここ海で沢の方からもうどん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 潮が入ってきて、それだからここ結構高くしたんです。あの大潮なんかの時はちょっと条件ある、はい、悪条件が重なるとあそこのところまで波来ますから。こっちからこっちからさっきまで食べたくらい、ここもう長靴履いてても帰れないですから。係留場所ですね。係留場所、多分どの浜でも同じような答え返ってくると思うんです。